なだらかな美しい流れの小川には小さなアマガエルが座っています。さて、その傾斜をゆっくり登っていくことにしましょう。少しずつ傾斜は角度を急にしていきます。この山は中腹から急になっているのです。この辺りからは登山客や キャンプの人たちも少なくなり、反対に緑や野生の動物たちが多くなります。